クッションあるじゃないですか。はい、これブブクッションって。懐かしいな。椅子の下に引いて座ってみてください、はい、あ、これか。 このまますればいいんですか。何それ。おわ行列何やこれ。おわちょっとティッシュちゃうちゃうって、それちゃう。ちゃう放送中。あすいません、今順応がなんかトイレとなんかこことなんか勘違いしたみたいで。ちゃうわ、はい、あ、こんな感じブーブーって音が鳴るクッションということなんですね。そうですね。これをどうやってチャレンジするんですか。これドッキリとかでよく使うんですけど、はい、そうですね、今回はこれを音を鳴らさずに座ってみようっていう、はい、おー、くだらないな、これ。逆に座ったらできるんじゃないかな。できるんちゃうん。できそう、俺。これできるんじゃない、はい、これできるんかな。できるよ、多分。いや、でもまあできるでしょ、うん、多分できるよ。これできたらなんかあるんですか。ゆっくりゆっくり音が鳴らないように欲しがるんじゃねえよ、お前いつも。はい、どうぞ。絶対できるでしょ、これ。鳴らないようにね、音が。バリバリ鳴ってるやん。どうじゃん。ちょ待って、あはい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 、あ、足りない。あはいはいはい、はい、どうぞ。あ、行ってきます。あ、行ってらっしゃい。はいはいはい。誰やねんお前。でこれ難しいね。これ難しい。僕やってみたいなと思ってます。うん、いや意外と難しいんだよな。ほんまにおなら出てるんじゃない。これはね、おならだけじゃねえわけ、ね、なんか出たよ、ね、あ、ちょっとなんか、あ、じゃ忙しかったから、ちょっとこの、あの、あ、はい、おしぼり、はい、あちゃうわ。なんか恥ずかしくねえ、なんか強くなんか恥ずかしい、なんか、あの、丸出しされた気分になっちゃうな、これくっさ、なんちゅうならなん、これくさねえわ。放送中におならするんじゃないよ。これをこれうまく編集してなんか中のがおならしてる。ああ、来たー。あ、腰拭いたやつよ、これ。拭いてねえわ。あ、拭いてへんし。てかさ、これちょっと意外と難しいんですよね。できない。気持ちよさそう。でもなかなか難しいよ。気持ちよさそうなおならの音が。座り方がダメなのかな。難しいですね。じゃあ誰が少なくできるかってしましょう。勝負しよう。誰がちっちゃくできるか。ちっちゃくできるか。ええぞ。俺できるかも。大変ですね。スタッフさんがこのスツローンでなんか肺活量入れて。オーマイガー。バリバリあれ。しかも結構あったかい。あったかい。人間の息が入ってるからあったかい。じゃあ行こう。うっす。キモ。お。びっくりすよお前。おお。そう。すごいじゃん。おお。お前今へ、お前今の表情見たらもう完全にもう。出たい。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、おつちで。はい。あ。あ、こんな感じで。こんな感じで。まあ、結構ブーブークッション、あの、音を、あの、出さずに座るの難しいということで、100回超えたんですけど、はい、史上一番くだらない、ジェイジのやってみようコーナーでした。ありがとうございました。懐かしいなぁ。ブーブークッション普段座らないでしょ。ね、それをなんで。しかもさ、それをさ、うん、大人しで座ってみて何の得があんねん。マジそれ。じゃない今考えてる。マジそれ。それを必死にやってる俺らも俺らでね。ねえ、バカだしね。あ、でもそれが面白いんだよね。それが JG のいいところです。そうですね。くだらないことを全力でやる。いやいや、ほんと。くだらない。あ、ことばかり、やらされても、全力で、ハロール TV! クソ笑ったパートと。じゃあ、次の映像見ていきましょう。はい。はい、今日は何ですかね。
今日は JG にはスター性があるのかどうか、はい、いや出たースター性、はいはい、あ売れるかスターっていうのはスター性運がいいと思うんですよ、はい、っていうのをちょっとゲームで表現できないかっていうので、運悪いと思ってるいいよいい運だぜ、はい、この番組できてるっていうのも運だし、マジ俺らスター性バリバリやん、はい、これでどうやって運をテストするんですか、ね、4月にいて飛び出ずに最後までやりきれるスター性があるかどうか、はい、これを指して飛ばずにいつまでいけるか、最後まで飛ばずにいけるかというゲームですね、はい、まあちょっとやってみたいと思います。じゃあやってみましょう。そうですね、これは個人戦ですか、それともなんか対決かな。2人でチームだよ、スター性、スター性があるか、2人でチームで、はい、あのこれを飛ばずに協力してやるって感じですかね、はい、1つだけ残したら成功。 OK OK、 2人で協力してよし、俺らはスター性があるんだぞ。スター性があるぜ、よし。じゃあそれではジジのスター性を今からお見せしたいと思います。よし、行くぜ。じゃあ俺が、お兄さんやから俺から行くで。あ、いやこれマジ？なんやこれ本当の。あ、これ、あ、これ編集で、編集で、はい、スター性が俺らあるから。ちょっと待って、これはマジガチあるからよ。じゃあもう一回、もう一回、こんなすぐ出たっけ。じゃあ俺らにスター性があるから、ジェイジのスター性、はい、見とけや、見とけや。マジで、あ、これ、ほんと仕掛けてるんだよ、ガチガチか、これ。じゃあ穴がいっぱいあるよ。そうなの、3回目ないでしょ。じゃあもう一回、じゃあ僕でたちにスタセがあるかやってみよう。もうないわ。いや、レッツゴー、ジェイジにスタセよ、ジェイジのスタセよ、見てみよう。イエー、ほーし。どうしちゃったんだろうな。いや、こんなことありえないよ、うつ。ちょっと待ってよ、こんなはずないや。神が降りてきて、マジマジ。逆にすごくない？ね。俺連続2回一発で。おい、ふざけんなってお前。おい。いや、何や。あまりにもひどさに。ね、ひどさにびっくりしたね。皆さんがびっくりしてますね。うん、いや、マジびっくりだったよ。逆にスタセがあるんだと思うよ。うん、いや、だってこれ本当。よし、気合い入れてやって一発で、うん、スター性すごいな俺ら。いや、俺らすごい、うん、いやこれさ、マジヤバくね、うん、だってこれ仕掛けてるわけじゃないでしょ。全然ガチです、ガチ。これ逆にスター性あるんだよ。俺もそう思ったし、頑張ってこう応援してやってたらもうすぐやってるからびっくりしちゃって。これは逆にさ、ほんとスター性がなかったり、お笑いの神様が降りてなかったらあれは不可能でしたね。マジそうだよね、マジで。キーワードビンゴ対決です。キーワードビンゴ対決、はい、こんな表を用意したんですけど、はい、はい、こういう表ですね。ビンゴ知ってますよね。ビンゴ知ってます。懐かしいなこれ。そこに、はい、今回はお互いの羨ましいことを、はい、あ、僕がギュミに羨ましいことですか。そうです。これしかないだろう。そしてそれをお互いにこれが入ってるだろうっていうのを言ってってもらって、はいはい、先にビンゴを作った方が勝ちです。相手の紙をビンゴさせたら勝ち。そうそう、 OK です。 OK、 理解できました、うん、ありすぎてギュメもう一つこうやって下になさすぎて今考え中。あと4つくらい作ってあげた方がいいですよ。うるさいな、もうマジで。じゃんけんぽい。自分からいいとこ言うのは恥ずかしいじゃん。じゃあ俺負けたから俺から行く。そうそう、なんだろう、いいところ。自分もいいところわからないからさ。羨ましいところですよ。羨ましいところ。そうそうそう、性格が超いい。ブーこれ忘れてる気に恥ずかしいすぎる、マジで。ドブー。まあもちろん性格いいけど、うん、そんな知らんのかな、自分のなんかいいところを。でもお互いちゃんと書いてますよ。イケメン、ブー。いや、まあ、自分で言ってるんかい。自分が言って恥ずかしいな、このゲーム。なんだ、アンケーパン。なんだ。しかもそんな動画でなんかイケメンって言われても書いてねえし。なんだろう。
あ、なんだろうね、優しい。ブー。あ、余裕や。結構優しいけどね。ブーブーブー、ドブー。簡単、結構知らん。まあ、これ恥ずかしいけど、たまに男らしいこいつ、そのマイナスリムがもっと大事。あの、ちょっと恥ずかしいけど、たまに男らしいじゃねえよ。なんやねん、マジで。聞いてください。自分はそう思った。笑いすぎですよ。あ、自分は思ってるんだ。自分はたまに男らしいって思ってんだ。あー、言いづらいな、マジで。バイバレーバイバレーもあの、服、センスがいい。あ、めっちゃ恥ずかしい。これなかったらめっちゃ恥ずかしいわ。あー、おー、あるあったダメー。これめっちゃ恥ずかしいやつやん、これコメントゲームよ。なんも服めっちゃセンスをいいって一回も思ったことないから、ごめん。自分は多分なんかいいなと思ったかもしれない。ごめん、今まで一回も自分は、はい、自分はいいと思ったんですけどね。ごめん、6年の中で一回もなかった、ごめん。センスがいい。いや、マジ恥ずかしいわ。そうか、恥ずかしいでしょ。恥ずかしい。俺も恥ずかしかったのこれシンプルでいきますね。なんかシンプルでこう刺さりますね。ね、たまに男らしいユミさんと服のセンスがいい。やめ消してください。あ、たまに男らしいところがある二人とも照れて言ってるのがまたおもろい。あ、そうですね。ああ、笑いすぎて言った。いや、マジ俺マジね、あの、笑いすぎて涙この辺に出ちゃって、もう目が痛い。もう、ここは痛い。